羽生結弦る最新ショット。懐かしのクリケット兄弟復活に海外反響。私は泣いてるわ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートのカナダ選手権王者、ナムグエンがインスタグラムを更新。かつて拠点としていたクリケットクラブで練習し、羽生結弦る ANA と撮影した2ショットを公開した。 懐かしのクリケット兄弟の姿に対し、私は泣いています。二人とも可愛い。この写真のおかげで今日も生きていけるわ。との反響が集まっているグエンがクリケットクラブで練習。2ショットを公開。二人とも可愛い。フィギュアスケートのカナダ選手権王者、ナムグエンがインスタグラムを更新。かつて拠点としていたクリケットクラブで練習し、羽生ュー・ズル、ANA と撮影した2ショットを公開した。 懐かしのクリケット兄弟の姿に対し、私は泣いています。二人とも可愛い。この写真のおかげで今日も生きていけるわ。との反響が集まっている懐かしのクリケット兄弟が復活した。クリケットクラブのリンクで黒の練習着姿で笑みを見せるグエン。一緒に肩を組み、満面の笑みを見せているのは羽生だった。上下黒のベアで左腕を大きく伸ばして上の肩を指さす。 その先にあるのは、スペインの国旗だった。波乳がピースを決めた2ショット写真とともに、公開している投稿では、あなたがいなくて寂しいよ、ハビエル・フェルナンデス。滑る場所を提供してくれてありがとう、クリケットクラブ。戻れることができてよかったと気づつ。一時的に古巣で練習して、波乳と再会したが、かつての同僚だったフェルナンデスは引退しているため、寂しさを感じ、一緒にスペイン国旗に思いを馳せたようだ。 二人の共演に対し、海外ファンも大喜びだ。私は泣いています。ありがとう。みんなただ、ゆずのプログラムを学びたいのね。私たちはこの最高のボーイズを見たい。二人の幸運を祈ります。二人とも可愛い。ナム、いつもあなたは良い投稿をしてくれる。共有してくれてありがとう。この写真のおかげで。 私の心は暖かくなりました。あなたたち二人のスマイルは太陽の光のようだ。この写真のおかげで今日も生きていけるわ。コメント欄にはこのようにコメントが相次いでいた。羽生にとっては四大陸選手権開幕を前に懐かしい友との再会は力になったことだろう。サーシャ君、ロッテのムスブチョコにご満悦。海外戦法、私も譲るチョコ欲しいフィギュアスケートの鳥の五輪金メダリスト、エフゲニープルシェンコ氏。 ロシアの愛息アレクサンドルくんがインスタグラムを更新し、憧れの羽生譲る ANA と共演した。サーチャくんの愛称で親しまれる人気者は、羽生がパッケージされたロッテのチョコレートを持ち、満足げな様子を画像付きで公開。私も譲るチョコ欲しいなどと反響が集まっている羽生がパッケージされたガーナを手に笑顔、すごく美味しいフィギュアスケートの鳥のボリンキメダリスト、エフゲニープルシェンコ氏。 ロシアの愛息アレクサンドルくんがインスタグラムを更新し、憧れのハニューる ANA と共演した。サーチャくんの愛称で親しまれる人気者は、ハニューがパッケージされたロッテのチョコレートを持ち、満足げな様子を画像付きで公開。私もゆずるチョコ欲しいなどと反響が集まっている憧れのハニューとフレームに収まった。ソファーに腰掛け、愛犬を抱いたサーチャくん。 その手には赤のパッケージで白のニットを着た羽生が微笑んだり、ポーズをとったりしているロッテのチョコレート、ガーナーを5つ持っている。その表情は子供らしく、嬉しさに溢れている。先日まで日本でアイスショーに出演しており、その際にもらったもののようだ、なんとも可愛らしい画像を、投稿では、譲る羽生のチョコレート、すごく美味しい。と記して公開。日本のファンのみならず、 海外ファンからも、すごくラッキーね。私も欲しいな、サーシャ、超可愛い,い、羨ましいわ、私も譲るのチョコレートが欲しい、絶対に美味しいチョコレートでしょと、羨望の声が上がり、さすがの人気ぶりを見せていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。